ニコラ・クレマンはフランスの物理学者、科学者である。結婚後はニコラ・クレマン・デゾルムと名乗った。シャルル・デゾルムの同僚であり、クレマン・デゾルム実験を行った。二人は一定の圧力と一定の温度で膨張した時の空気の熱容量に関連する気体の法則のガンマの正確な値を決定したことでも知られている。二人はまた、要素の研究を行い、 要素が元素であると決定するのに重要な役割を果たした。この研究は写真を発明するきっかけとなり、クレマンとデゾルムは写真産業の初期の歴史に貢献した人物として認識されている。また、絶対0度の値を決定したのもこの二人の功績である。クレマンはパリの国立工芸員で科学の最初の講座のうちの一つを担当していた。 工業科学の授業では蒸気機関の動力源となる蒸気の熱力学に重点を置いた授業を行っていた。1819年頃にはサビカルノーと進行を深め、二人は1キログラムの石炭から得られるエネルギーの最大量を計算する方法を開発した。クレマンとカルノーは熱の仕事等量の概念を明確に理解しており、 1840年代のメイヤーやジュールの研究よりも20年近く前にエネルギー効率の計算式を開発していた。クレマンとカルノーの関係については歴史家ロバート・フォックスの書籍やカロリーの歴史に関する記事にまとめられている。クレマンは熱量の単位としてのカロリーを定義した。その定義は1824年に雑誌レプロデュクターに発表された。 クレマンが定義したカロリーは1ラムの水を摂氏一度上昇させる熱量で現在のキロカロリーに相当するものであり後に区別のためにキログラムカロリーや大カロリーと呼ばれるようになったこの定義は早くも1842年にはフランスの辞書に掲載された1929年にイギリスで1ムの水によるカロリーの定義が導入された その後に導入された MKS 単位系の単位としては、キロカロリーの方がよく使われるようになり、2種類のカロリーが存在することによる、今日まで続くカロリーの混乱が生まれることとなった。ヤードポンド法が優勢なアメリカ合衆国で、食品表示にメートル方形のカロリーが使用されているのは、1819年から1824年にかけてアメリカで行われた。 クレマンの講義によるものである。クレマンは若い時から実業家としても成功を収めた。ビートから砂糖を作る会社など、いくつかの科学会社を所有、または出資していた。ペール・ラシェーズ墓地にあるクレマンの墓ジョンで1779年1月12日に生まれた。シャルル・デゾルムの娘と結婚し、それ以降、加盟をクレマン・デゾルムとした。 パリで1841年11月21日に亡くなり、ペール・ラシェーズ墓地に埋葬された。ありがとうございます。